第21回甲状腺検査評価部会を開会いたします。先ほど申し上げました通り、本日はウェブ会議併用による開催としております。部会員の皆様、カメラをオンにしてください。続いて本日の皆様の出欠について報告いたします。本日はウェブのご参加を含めまして、構成員の皆様全員となります8名の部会員の皆様にご出席をいただいております。次に県および医科大学におきまして職員の異動がありましたのでご紹介いたします。まず県ですが、保健福祉部次長の玉川明です。保健福祉部次長、健康衛生担当の玉川と申します。よろしくお願いいたします。次に福島県立医科大学となります。放射線医学県民健康管理センター、安村誠二センター長です。センター長の安村誠二です。県民健康調査は調査を通じまして、県民への不安への対応、そして健康増進に結びつけていくということがその目的であります。本甲状腺検査に関しましても部会の先生方には引き続きのご支援よろしくお願いいたします。それでは議事に移りたいと思います。鈴木部会長、よろしくお願いいたします。はい、それでは第21回甲状腺評価、甲状腺検査評価部会を開催いたします。この今回 の、 部会が現在 の、 私たち部会員 の、 任期の最後の会合になります。で、今日はそういう意味で非常に重要な会合でして、できればこの部会で今まで解説してきた内容、というか議論してきた内容を部会まとめとして提出したいと思ってますので、皆さんよろしくご協力をお願いしたいと思います。最初に議事録署名人2名を部会長による指名で示させていただきます。今井部会員、それから展望部会員、先生よろしくお願いしたいと思います。それでは早速議事の1、検査4回目までの解析結果、横断調査について、資料の1におきまして、事務局の方から説明をお願いいたします。はい、健康調査課の佐藤です。こちらは委託の沖田先生からご説明をお願いいたします。福島医科大学県民健康調査県民健康管理センターの県福祉の大平です。まず資料1をご覧ください。今回の解析はこれまでの解析に追加で解析を行っておりますので、これまでこちらの評価部会でご報告してきた資料も含めて資料とさせていただきます。で、最初に2の1、2の2、2の3の方を説明しますが、こちらはアンスケア2020の、で評価された推定甲状腺吸収線量別に吸収線量を個人に当てはめまして、その結果と、先行検査から、4回目までの検査をです、横断的に分析したものです。まず資料2の1をご覧ください。これはすでに18回の甲状腺評価部会で説明している内容も含まれております。表1は、先行検査における、悪性内視悪性発見率と、アンスケア2020の推定甲状腺吸収線量との関連を示したものです。こちらの、1ページめくっていただきまして、丸 2-2 に、甲状腺吸収線量と、それから、悪性内視悪性疑い発見のオツ比をグラフで示しております。で、年齢調整に加えて性年齢と検査年度の調整を行ったグラフを示しておりますが、こちらでは第一四分位の群
一番左に比べまして、ライオン CV の群で、性年齢、検査年度を調整したオフ比は優位に低い、低い結果でした。また、線量が高くなるほど甲状腺がん発見率が低くなるという関係がこの結果では認められております。続きまして、表2。こちらは、本格検査1回目、検査2回目における悪性内斜、悪性疑い発見率と、甲状腺吸収線量との関連を示したものです。こちらも次のページの丸2の4をご覧いただけたらと思いますけれども、こちらにおきましては、第1四分位に比べまして、第3四分位の群で、性年齢を調整したオツ比が、優位に高いという結果が出ました。しかし、性年齢に加えて検査年度と検査間隔を調整することによりオツ比は低下しております。また、量反応関係、すなわち、甲状腺吸収線量が高くなればなるほど、がんの発見率が高くなるというような量反応関係は認められませんでした。続きまして、表3をご覧ください。こちら、検査3回目における、甲状腺吸収線量と悪性内視悪性疑い発見率の関連を横断的に調べたものです。こちらも、丸2の6ページの、グラフの方を確認いただけたらと思います。こちらに関しましては、甲状腺検査対象者全体の、推定線量の四分位、それと、甲状腺、悪性ないし悪性疑いの発見率に関しましては、有意な関連は見られませんでした。また、量反応関係も同様に見られませんでした。で、今回新しく示しますのが丸2の7ページで、表4になります。こちらは、検査4回目の、悪性内斜、悪性疑い発見率との関連を横断的に見たものです。これまでと同様に、アンスケア2020の推定甲状腺線量を四分位に分けまして、関連を見ております。表4に、こちら女性、それから、検査年度、検査間隔、悪性疑い発見数、発見率の数値を示しております。女性の割合はほぼ5割、それから1次検査受診時の年齢は平均で大体 12.7 歳から 14.9 歳の間、受診年度の割合は、2018年度と2019年度以降で、四分位の割合が違っておりますが、これは地域、年度によって測定する地域が違うということに基づくものだと思います。検査間隔は2年未満と2年から 2.5 年の間がほとんど。悪性内視悪性疑い発見率は第1四分位で発見数は第1四分位が8、第2四分位が15、第3四分位が9、第4四分位が13で、10万人当たりの発見率はそれぞれ 25.3、40.0、16.5、25.2 という順でした。で、次の丸2の8ページに検査4回目の悪性内視悪性疑い発見率のオツ比を調べたものです。こちらご覧いただきますように、性年齢調整、性年齢検査年度調整、性年齢検査間隔調整、そして性年齢検査年度検査間隔調整の4つのパターンで、オツ比を算出しておりますが、いずれも、推定甲状腺吸収線量と有意な関連は見られませんでした。また、量反応関係、すなわち甲状腺吸収線量が高くなるほど発見率が高くなるというような関連も、見られませんでした。続きまして、表 2-2 をご覧ください。資料 2-2 です。資料 2-2 をご覧ください。こちらはこれまでの、本格検査の累計です。すなわち、先行検査で、を受診した人で、先行検査で悪性内視悪性疑い例を、除外しまして、本格検査の、検査2回目から検査4回目までの累計と、それからアンスケア2020の推定甲状腺吸収線量との関連を示したものです。第1四分位から第4四分位の、数値は一緒です。で、検査間隔に関しましては、こちら4年から7年以上にわたって、検査の方を行ってきました。で、結果としましては、悪性内視悪性疑い発見率は第1四分位から第4四分位にかけまして、発見数が22、43、37、40
そして10万人あたりの発見率は 46.4、66.2、52.2、55.1 という結果でした。続きまして丸2の10ページをご覧ください。この本格検査の3回分の累計の悪性ないし悪性疑い発見のオッズ比を示したものです。同様にこれが同様に成年齢調整から成年齢検査年度感覚調整まで行っておりますが、結果としましては推定甲状腺吸収線量とそれから悪性ないし悪性疑い発見率との関連は有意なものではなかったというのが今回の結果でした。そして量反応関係も見られませんでした。以上がアンスケア2020の推計甲状腺吸収線量とそれから悪性ないし悪性疑い発見率との関連を示した結果です。でその結果のまとめがですね、丸2の11ページに載せてあります。今説明させてもらいましたように先行検査において甲状腺検査対象者全体の推定線量の分布に基づいて CV に分類した解析では、第一 CV の群に比べて第四 CV の群で性年齢検査年度を調整したオッズ比が有意に低かったですが、低くまた線量が高くなるほど甲状腺がんまた疑いを含む発見率が低くなる関連が認められました。本格検査2回目におきましては、第一 CV の群に比べて第三 CV の群で性年齢を調整したオッズ比が有意に高いと結果が出ましたが、検査性年齢に加えて検査年齢検査間隔を調整することによりオッズ比が低下し、量反応関係も認められませんでした。本格検査、検査3回目においては、甲状腺吸収線量とそれから、甲状腺がん内視がんがん疑いの、関連は認められませんでした。同様に検査4回目におきましても甲状腺の推定吸収線量とそれからがんの発見率との間に関連は認められませんでした。量反応関係も認められませんでした。最後に本格検査、検査2回目から4回目までの累積とそれから甲状腺検査対象者全体の推定吸収線量に基づいた CV を分類した解析では有意な関連は認められず、量反応関係も認められませんでした。こちらが以上です。はい、ありがとうございました。それでは今までのいい横断調査、それから蓄積の調査、それにこの結果について、資料の2の3の方にまとめを作っていただいてますが、それに関する質疑を行いたいと思います。院の先生方、何か疑問でございますでしょうか。資料2の2の本格検査2回目から4回目の累積という数字に関してなんですけれども、これは同じ方が最高で3回検査を受けていることになると思うんですけど、そういう場合、こういうどういう計算になるんでしょうか。累積という意味なんですけど、累積というのは累積発見率、ギャンクスの大平です。累積というのは累積発見率ということで、検査2回目に発見された数と3回目に発見された数と4回目に発見された数を累積しているだけですので、同じ方が3回受けられて1回発見しても、2回受けられて1回発見しても1回というふうに考えます。発見率は10万人当たりの発見率が、もうだから単純に足したような数字になっている、そういうことなんですか。はい、ご指摘の通りです。はい、その他、いませんでしょうか。私の方から、先行検査の方で、トレントが優位であった。で、実際にその傾きの大きさですね、それが例えば線量
あたりをするとどのくらいのものなのか、このわずかにこう下がってきてるんだろうと思うんですけど、それはどのあまり意味をつけているのかどうか、ちょっと質問したいです。はい、データですかね。はい、ご指摘のようにですね、統計学的にその見ると量反応関係があるというふうに出ますけども、グラフを実際に見ていきますと、第3四分位までは全く、統計比が下がってなくて、第4四分位のみがですね、下がっている状況で、こちら、統計解析では低くなってますが、第3四分位まではですね、ほぼフラットということで、きれいな量反応関係ではないということは言えるかと思います。片山です。今回検査4回目までの分析をされたということですが、実際観察されたその年齢としては最大何歳までのその対象、なんですか、対象者は何歳まで観察しているんでしょうか。はい、ぐらい。福島医大志村です。検査4回目ですので、検査の範囲としては25歳の節目の検査までということになります。ですから、まあ、27歳ぐらいまで含まれていたような記憶はあるんですけども、まあ、全身に25歳の時の検査までが含まれた結果ということになります。あ、片山です。分かりました。で、あとは結果の解釈としては、今までのアンスケアのその線量を使った分析のその結果と基本的には同じその量反の関係が認められないという、その価値判断は変わらないという、そういう理解でよろしいですか。大平です。はい、ご指摘の通り、3回目までの結果、累積の結果と今回4回目を加えた累積の結果は同じように量反の関係は見られないというのが結果というふうに思います。はい、承知しました。ありがとうございます。はい、他何でしょうか。トータルで4回までで何例の症例を解析したかってちょっと具体的に言ってこなかったので、その集計を教えて。累積検査の結果ではですね、表 2-2 にお示ししてますように、悪性内視悪性発見数が、2-9 ページになりますが、22、43、37、40ということで、こちらを足しまして、142例ということで、回を重ねるに従って、まあ、発見される悪性腫瘍、悪性腫瘍疑いの症例数は増えてきている。ですから、それだけ解析の方も統計学的なパワーが増してきているというような解析になっているかと思います。他の先生、何かいかがでしょうか。では、内容でしたら、アースケア2020を使った解析の方はこれで終わりにしますので、次に進みたいと思います。続いて資料の3に基づいて、症例ごと都内の症例解析というのをご報告をお願いいたします。県民健康調査課の佐藤です。こちらは医大の大平先生からご説明をお願いいたします。はい、大平から説明いたします。先ほどの解析がアンスケア2020の推定甲状腺吸収線量、地域別の吸収線量の推定値を個人に当てはめて解析したものです。今回の方法都内症例研究による個人の内部および外部被曝線量は、個人のその人一人一人の行動記録に基づいて内部被曝および外部被曝線量を評価して解析に用いたものです。で、コート内症例対象研究における今回使用したマッチングモデルというのが資料3の丸3の1ページに載っておりますので、ご覧ください。こちら、これまでの甲状腺評価機会におきまして3の1
から3の4まではですね、常にご報告しているものです。それから3の7から3の10までもですね、ご報告しているものです。今回これまでの解析に加えまして、マッチングモデルで13市町村限定、それから浜通り限定のモデルを解析しましたので、全体的にもう一度説明させてもらえたらなと思います。そうしましたら、資料3の3をご覧いただきたいと思います。3の1の3の3ページをご覧ください。こちらはマッチングモデル1による解析対象者の特性ということなんですが、マッチングモデル1というのは、もう一度3の1に戻りますと、受診生と受診年度とそれから受診パターンの発見会のみをマッチングしたものです。でこちらのマッチングモデル1による解消特性と、それから結果の方を示しますが、3の4ページの方にですね、甲状腺透過線量の分布を示しております。対象群、症例群、それから対象群の母集団を見ていただきますと、対象群が対象群の母集団を代表しているものかどうかというのをですね、こちらの方で大体見れると思いますが、ほぼ対象群と対象群母集団の方の分布は大きな変わりはないというふうに思われます。それからマッチングモデル1による解析対象者の特性3の5を見てください。こちらの方が甲状腺透過線量を3ミリシーベルト未満、3から10ミリシーベルト、10ミリシーベルト以上というふうに3群に分けまして、リスクオッズ比の方をこれから計算するものです。こちら症例数は全体で132例、それから対象群はその3倍、1対3で対象群を取っておりますので396例ということになります。線を調整していますので対象群と症例群の女性の割合は一緒です。それから年齢に関しましても症例と対象群の割合は一緒です。それ以外の項目をは他の通りです。そして3の6ページをご覧ください。こちら図に示しますように、マッチングモデル1によります甲状腺透過線量における悪性内斜、悪性疑い発見のオッズ比を見ますと、3ミリシーベルト未満から10ミリシーベルト以上にかけて若干オッズ比の方が上昇しているように見えますが、統計学的な量反応関係は見られませんでした。続きまして3の7ページが資料3の2になりますが、こちらはマッチングモデル2による解析対象者の特性です。マッチングモデル2は何をしたかといいますと、3の1に戻っていただきますと分かりますように、マッチングモデル1ではですね、受診パターンが発見回のみでしたが、こちら発見回までの直近2回までをですね、受診パターンをマッチングさせて行ったモデルです。同様に症例群が132例で、その3倍の対象群が396例という結果です。で、3の8のにご覧いただきますように、マッチングモデル2における甲状腺透過線量の分布を対象群と症例群、それから対象群の集団と見てますが、先ほどのマッチングモデル1とほぼ同じような分布です。で、表2の方でマッチングモデル2における対象調査の特性を同じように3ミリシーベルト未満、それから3から10、10ミリ以上というふうに分けております。で、結果の方は3の10の方にご覧いただけますように、こちらの方の甲状腺透過線量と悪性内斜、悪性疑いの発見のオッズ比の関連も3ミリシーベルト未満から10ミリシーベルト以上にかけて若干オッズ比の方が上がる傾向が見られまして、見られますが、統計学的に量反応関係を調べると有意ではないという結果でした。続きまして、3の11をご覧ください。こちらは、マッチングモデル3による解析対象者の特性を示したものです。マッチングモデル3は先ほどの3の1に戻っていただきまして、ご覧いただきますと、受診年度、それから受診パターンを、全て、マッチングさせております。すなわち、受診年度、同じ受診年度に、検査を行った人、それから、同じような受診パターン、これまで2回検査を受けたら2回、1回受けたら1回というふうにですね、受診パターンも一緒にしたものが、マッチングモデル3です。
こちら丸三の十一ページをご覧いただけましたら、こちらですね、症例群が一例減りまして131に対して393の対象群を取っております。女性の割合 57.3% で一緒です。それから年齢も全く ほぼ一緒です。それから受診パターンを見ていただきますと、受診パターンが先行検査1回だけとか、先行検査から2回目までというような受診パターンを見ましても、全くこちらの方一緒のパターンになっております。で、結果の方が、こちら ③ の12の方に、マッチングモデル3による甲状腺透過線量の分布の方をですね、こちらの方に見ていただきますと、これなどそう大きな変化はないかなと思います。で、同様に ③ の13におきまして、甲状腺透過線量とそれから、発見率を見たものですけども、丸3の14にグラフの方が載っておりますので、こちらの方をご覧ください。マッチングモデル3による甲状腺透過線量における悪性内視悪性疑い発見の指標に関してですが、先ほどのグラフと違ってちょっと、10ミリシーベルト以上のところでの上昇が、見られなくなります。結果としましては量反応関係は同様に、統計学的な有意な変化と関連は見られておりません。続きまして、こちら、13市町村とそれから浜通り限定で解析した結果を示します。で、この結果の方は前回も話させてもらったように、そもそも10ミリシーベルト以上というのは、この13市町村と浜通りの方にしかほぼいらっしゃいませんので、この13市町村と浜通り限定で解析することが重要ということになりまして、こちらの方の解析を行っております。で、13市町村と浜通り限定ですので、症例群は51例というふうに減ります。で、3倍の153例を対象群としまして解析の方を行っております。13市町村もしくは浜通りに住まれている方のみを対象とした対象として行っているものです。で、丸3の16ページに、マッチングモデル2におけるこの13市町村浜通り限定の、分布の方を示します。それから、表に丸3の17とそれから丸3の18に結果の方を示しますが、丸3の18の図2の方をご覧ください。マッチングモデル2における甲状腺透過線量における悪性内視悪性疑い発見の骨比を、13市町村と浜通り限定で示したものですけれども、こちらの方を見ていただきますと、これまでと異なりまして、甲状腺透過線量とそれから、甲状腺発見率の関連はほぼフラットというふうになってきます。で、関連の方、量反の関連も統計学的に認められておりません。続きまして、丸13の19からが今回新しく提示するものです。こちら、浜通りと13市町村と浜通りを、限定してこれまで解析しておりましたが、こちら、会員の方からの、指示によりまして、13市町村限定、それから、それ以外の浜通り限定ということで分けて解析したものです。で、表1のマッチングモデル2の解析対象者の特性をご覧いただけたらと思いますが、こちら13市町村限定になりますと、症例数が、減りまして23例です。対象群はその3倍の69例ということで、見ていただきますと13市町村のみで解析しているということが分かると思います。そして、受診パターンはほぼ両方とも同じです。で、3の22、甲状腺透過線量の分布の方を示したものです。こちらもこれまでの結果とそう大きな変化はないと思いますが、若干ばらつきが出てくると思います。で、表2のマッチングモデル2における解析対象者の特性ですが、こちら、見ていただきますと、すべて13市町村になっておりますが、結果の方ですね、最新判定数が、3ミリシーベルト未満で13、3から10で9、それから10ミリシーベルト以上で2ということで、細胞診の実施数も同様の数値になります。で、結果の方が、丸3の22に載せております。こちら、マッチングモデル2における甲状腺透過線量における悪性内視悪性疑い発見のオッズ比を示したものですが、
3ミリシーベルト未満に比べて3から10、それから10ミリ以上の群でオッズ比の上昇は見られておりません。また量反応関係も見られていない結果でした。続きまして3-23ページはこちらは浜通り限定で13市町村を除いた浜通り限定の対象者になります。症例群としましては28例プラス対象群がその3倍の84例ということで血管の方を見ておりますが、血管の方3-24ページに甲状腺透過線量の分布が書いてありまして、次の25-26ページ表2と図の方に血管の方が出ておりますが、図の方を見ていただきたいと思います。3-26ページマッチングモデルによる甲状腺透過線における性内射精度の発見の動きを見たものですが、こちらは若干オッズ比の方が10ミリ以上のところで高くなるように見えますが、非常にこの 95% 信頼区間が大きくなっておりまして、統計学的な有意な判例ではございません。また量反応関係も統計学的には見られておりませんでした。以上が甲状腺検査を受診した人のみの解析です。続きまして資料の3-7からは、甲状腺検査受診者プラス、がんの登録、がん登録の症例を加えて解析を行ったものです。3-27ページですが、マッチングモデル1の場合ですね、先ほど132例が症例群でしたが、がん登録症例を加えますと154例になります。でそこに3倍の対象群を設定しまして、結果の方を見ているものです。で結果の方もざっと見ていただけたらと思いますけども、同じようにマッチングモデル1からマッチングモデル3まではこれまでの結果を示したものですので、若干割愛させてもらいまして、3-30を見ていただけたらと思います。3-30とこれにぴったり一致するのが、最初にお見せしました、資料3-1の3-6に当てはまるものなんですが、3-6に、がん登録症例を加えたものというふうに考えていただけたらと思います。で、3-6ではですね、若干オッズ比が高くなる傾向が見られましたが、こちら、がん登録症例を加えることによって、このオッズ比の、上がり方というのは若干緩やかになります。で、特に統計学的な有意差は見られませんでした。また、量反応関係も、見られておりません。そうしまして、続きまして、同じ、がん登録症例を加えた結果の方を見ていきたいと思います。3-8がこちらがマッチングモデル2による結果の方です。同様にこれもこれまで示したものですので、3-34を見ていただけたらと思います。3-34がこちらがですね、同様に見ていきますと、甲状腺透過線量と交通費との関連は、甲状腺検査のみの解析よりも若干緩やかになりまして、統計学的な有意差並びに量反応関係は見られませんでした。で資料3-9ですね、こちらがマッチングモデル3における解析結果です。こちらも同じように3-38をご覧いただけたらと思いますが、こちらも同様にですね、甲状腺透過線量と悪性内射悪性化内の発見率との関連は甲状腺検査受診者のみよりも緩やかになりまして、有意差の方は見られませんでした。また量反応関係も見られておりません。続きまして、マッチング資料の3-10はマッチングモデル2による、13市町村および浜通り限定の解析結果を示したものです。こちらも3-42ページをご確認ください。先ほども示したと同じような感じで、甲状腺検査のみと同様に甲状腺検査とがん登録症例を加えてもですね、同じような関連で全く、甲状腺透過線量と骨皮との有意な関連は見られず、量反応関連も見られませんでした。でここまでがもうすでに報告しているものですが、今回新たに
マッチングモデル、における13市町村限定と、それから、浜通り限定の解析結果を示します。丸3-43、資料3-11をご覧ください。こちら、13市町村限定になりますと、症例数を減することによって、人数の方が、少なくなってしまうということで、厚生労働省の方からの許可が得られませんでしたので、このように、数値が示せていないことをご了承ください。結果の方に関しましては、こちら丸3-46をご覧いただけたらと思いますが、こちらが13市町村のみで解析したものです。こちら若干オッズ比の方が甲状腺透過線量とともに下がっている傾向が見られますが、有意な関連は見られておりません。また有意な量反の関連も見られませんでした。丸3-47も同様に、浜通り限定にしますと、人数の方がちょっと提示できなくなりますので、結果の方をご覧いただけたらと思います。丸3-50ページになります。こちらに関しましても、浜通り限定でもですね、先ほど甲状腺検査のみでは若干オッズ比が高くなる傾向がありましたが、まあ、もちろん有意ではありませんが、こちらの方はですね、全くそういう関連は見られず、甲状腺透過線量と、それから、がん発見率の関連に有意な関連は見られず、まあ、量反の関係も見られませんでした。以上が症例対象研究の結果でございます。はい、ありがとうございます。一番最初にこの症例対象研究、より個人の行動を調査を反映して、個人の行動を反映して、セミュー評価がそれぞれの市の平均値を使うものよりは精度があるということが第一です。で、以前この調査で症例と対象の比を1対10とかっていうので初期の段階で解析しました。ただその時は条件をマッチングの条件を上げていくと症例数が、症例と対象のペアがどんどん減っていって、あまり相互の比較がしにくいということで、ここでは1対3というものに限定した解析で出しています。で、そうは言っても、例えば今までの受診回数を全てマッチングさせていった場合、丸3-11にありますように、症例数が132だったのが131に下がってくるという、少しそのマッチングの条件を上げることによって解析対象者が減るというような欠点が、103でも少し見えたということだと思います。それで、今までの見ていきますと、それぞれがん登録の症例を加える、がん登録の症例が加わると、23症例増えているんですね。で、そういうふうに23症例増えていった方が当然解析の上では有利になるんですが、それのデータを見ていただきますと、量反の関係は見られていないということが示されてきました。で、前回の時に線量の高いサブル集団である浜通りと、それから避難13市町村、それに限定した解析を行ったものは前回お示ししました。で、今回もその結果をもう一度提示してもらっています。で、その時の議論で浜通りとそれから避難13市町村、例えば先行検査でいうと3年間ずれが出て、最大ずれが出てしまって、で、それ以降の本格検査でも大体1年ずれてきてますので、そういう影響が出るんではないかという懸念がありました。で、そこでじゃあ13市町村単独、あるいは浜通り単独でやった場合どういうふうなパターンになるかというのを今回出していただきました。
これは症例数がどんどん小さくなっていくので、それだけ解析をしても信頼期間が大きくなるというような欠点があるんですが、それでも眼頭6症例を加えると全体としては8例増えて、そしてそれぞれを国際市町村あるいは浜通り限定という形で示していきますと、例えば丸3の26ではもしかすると少し線量の高い方に増えていくようなトレンドがあるのかなというふうにも見せてたんですが、眼頭6症例を加えた丸3の50で見ますとほぼ2つというような結果が出てきたと思います。大体これが今回追加で解析した結果になりますが、これらの結果につきまして委員の先生方、何か質問あるいは追加になりますでしょうか。祖父江先生、祖父江先生と。はい、祖父江です。ありがとうございます。詳細な説明ありがとうございました。でちょっと私気になったのはですね、マグ3の4の甲状腺透過線量の分布を対象群、症例群、それから対象群の母集団で比べたグラフがありますね。で、こういう一つ説明だと、対象群と対象群母集団、あまり変わらない分布であるという説明で、スラッと流されましたけれども、これ、線量を3群に分けた、3ミリシーベルト6、それから3から10、10以上ということでいくと、これ、左の3つのグループ、それから真ん中の3つのグループ、それから右側の3つのグループの3群に分かれると思うんですけれども、それで、対象群と対象群母集団の、違いを見るとですね、対象群母集団に比べて対象群が、一番左の3ミリシーベルト以下のグループが多くて、3から10とか10のグループでの、対象群がむしろ少なめに出てると思うんですけども、でこのことが、もし対象群母集団の分布をその対象群として使った場合に比べて、今回の対象群がですね、オズ比を高めに推定しているように思うんですけども、そのことをどう思われますか。ただこの吟味に関してどのようなことをされたか、ちょっと詳しいことを知りたいです。大平先生。はい、こちらはまずその対象群、選び出された対象群が母集団とどのように違うかということをですね、選び出したものですけれども、すでにこの、マッチングモデルを1で、こちらの、発見時受けているということ自体を立ち症例立ち症例と受診年度とか受診パターンを一致させてますので、この対象群自体が多少本来 の集団からズレが出てくる可能性はあるかなというふうに思っております。で先生がおっしゃるように分布の方が違ってきますと、本来の対象群と比べて、少しお次の方が変わる可能性がありますが、その正確な吟味はまだしておりません。これも、吟味の方を進めたいと思います。それもう一点ですか。はい、どうぞ。はい、全体として、眼頭6症例を含めた場合の解析でもオズ比が低くなっているということは、おそらくその眼症例の方の線量分布が眼頭6例の中では低いんだと思うんですけども、実際その地域分布は、発見例での地域分布と眼頭6例での地域分布に差がありましたか。すみません、先生、大平です。もう一度ちょっと何の分布、眼頭6症例の眼頭6で発見された症例の地域分布が
検診で見つけた地域分布と違ってないかとか、要するに線量の低いところでより多く肝硬録の方が出てるか出てないかと、そういう質問があると思います。はい、大平から説明させてもらいます。肝硬録に関しましては地域分布の方はまだ確認しておりませんので、答えの方はまだ持っておりません。こちらの方を用意して後で説明することが可能です。はい、お願いします。以上です。はい、一番最初の質問に関連して、例えば丸三の4と丸三の28、肝硬録症例を加えた時のマッキングモデルの線量分布が出てます。で、これで見ますと、丸三の4と丸三の28で、ちょっと同じ3本のバーじゃなくて2本の場合に肝硬録を加えたと変わってるんで、見にくいところが少しありますけども、例えば1未満のところの分布が対象群と、はい、随分違う、ここが少し変わってきてます。大体同じくらいの比率ですから、例えば1未満のところは集団全体対象群の1未満がやや増えてより近づいてきたというふうにちょっと見て取れるのかなと思います。これパーセンテージだけで見てるんで、実際に症例数として1未満がもし数が多い場合はこの違いってます。解析上少し影響が強く出る、ちょっとその辺 細かい解析よろしくお願いしたいと思います。はい、では南谷先生。南谷です。やはり私もですね、肝硬録を加えた場合に、おつきが薄まるというのはすごく気になるんですけども、年齢分布とかに違いがあったりはしませんかね。何か他の甲状腺検査で発見されたグループと何かちょっと背景が異なっているような気がするんですけど、いかがでしょうか。大平先生、いかがですか。はい、大平です。年齢に関しましては全てマッチングさせてますので、症例群と対象群での年齢の差というのはないと思います。全体的な年齢差というのは生じる可能性がありますが、こちらの方も見ていただきますと、例えば丸三の5と丸三の29がですね、同じマッチングモデル1による解析対象者の特性ということで、実際に分布の方を示したものです。で、年齢に関しましては震災時年齢の方をご覧いただきますと、全体的にそう大きな変化はないんじゃないかなというふうに考えますけれども、ご確認いただけたらなと思います。なんか放射線関係ない症例が通常発症するような症例がかなり多いのかなという気がします。ちょっと質問させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありませんでしょうか。はい、片本先生。さあ、片本です。これまでの部会で示された資料との違いをちょっと確認したいんですけど、今回は検査4回目までも含めたということでよかったんですか。症例対象研究に関しましてはその通りです。これまでは検査3回目だったのは、今回は4回目までも含めた解析ということですか。はい、そうですね。あと肝硬録も1年延びて増えてるかと思います。わかりました。ただ、甲状腺検査発見例も、その肝硬録症例も、その新たにプラスされた
開示結果を示されたということですね。あ、大平先生。大平です。甲状腺検査に関しましては4回目の方を加えてますけれども、がん登録に関しましてはまだデータが出てきてないということから、4回目に相当する年度のがん登録の方は加えておりません。あ、分かりました。で、送別解析としては3の4番目でと3の5の3の5と3の6で3の11と3の12っていうのが新たに加わったということですね。13市町村限定と、浜通り限定を分けたやつ。はい、大平です。3の5、おっしゃる通り3の5と3の6、3の11と3の12が新たに加わったデータです。はい、まあ、分かりました。で、チームの2のシリーズでその地域別の線量で分析されていて、で個人線量を用いた解析と、あとそのがん登録症例を加えた解析というのをやるべきだというのが、まあ、この部会で私も含めて意見を出して、でその結果が出てきたということはすごく重要なことだと思ってます。でさらに個人線量を用いた解析でも汚染量との関連というのは見られなかった。この結果は非常に重要だなと思っています。で特に地域限定のやつですね、おそらく先ほど部会長から話があった通り、その地域によって検査の年度が違うので、その同じ年度で検査が行われた地域で限定して、でそれでも線量との関係が出なかったというのが非常に大きな意味を持つかなというふうに理解しました。以上です。コメントでした。はい、ありがとうございます。委員の先生いかがでしょうか。はい、内容は、はい、朝日先生。すみません、がん登録からの抽出するこのやり方はどういうふうにされているんでしょうか。例えば県外の方とか、そういうのは拾われているんでしょうか。大平先生。はい、大平から説明させてもらいます。2015年からは全国がん登録の方が開始されましたので、それ以降は全国のがん登録のデータを照合しております。県外の症例の方はどうやって拾い上げるんでしょうか。はい、大平から説明します。全国がん登録で登録されている重症等の情報と、それから県民健康調査で把握している現重症、それから過去の重症等の情報をすべて、照合させてもらって、可能性のある症例を、見ていくという形でやり方です。はい、ありがとうございます。まあ、それに追加するような形で重症が分からなくなってしまうという人が今後増えていくと思うんですが、それをどのような形で県は精度を上げていく予定なのか、まあ、これは医大の方が実際にやられるのか、県がやるのか、今後の検査の在り方の中で非常に重要なポイントになっていく。健康管理センターの安村です。今ご指摘の点はやはり甲状腺検査の評価をする上で甲状腺検査を受診した人のみで評価するのでいいのかという視点と、もう一つはその、福島県内出身の方で甲状腺に何らかの所見があるような方たちをどのように今後フォローしていくのかという両面あるのではないかなというふうに思います。この検査自体はその、甲状腺がんを発見することが目的ということではなく、やはりその、検査を不安があって受けたいという方たちにしっかりメリットとデメリットを理解していただいた上で受けていただく、でその結果を評価する上で、県外に
避難したり、その後なかなか連絡が取れなくなった方たちについて、今後どのような形でフォローしていくのかということは大変大きな課題だと思っています。そういう意味で先ほどのがん登録 のご質問もありましたけれども、登録制度を用いてがんが見つかった方たちについては把握してフォローに結びつけるということは今後も大事だと思っています。具体的にどのような形で進めていくかということに関しては、県とよく相談してですね、進めていきたいなというふうに考えています。以上です。私の、この間、過剰診断の話を聞きました。で、過剰診断なのか、それとも早期発見だったのかという立ち判断をする上では、今後、十何年、二十何年、どのくらいまで影響が出るか分かりませんが、そこで の症例数の、グループですね、年齢グループ、そういうものが必要になってくるんですね。ですから単にこの検診を受けた段階で発見するというサービスとして の検診じゃなくて、そういうもしかして過剰診断があったとして、それはどのくらいあったのかという、もうちょっとそういうところまで含めた解析を将来考えていく上では、やはりがん登録、全国がん登録を利用するにして漏れがなるべく少ないような体制っていうのを今後考えていくっていうのが私たちの責務かなと思って質問いたしました。はい、それではよろしいでしょうか。それでは今までの議論をまとめたものとして、なかなか私たちの最後の部会になりますので、部会のまとめというものを作る必要があります。で、また聞きたいとなるものを、私の方から挙げてきました。これに関しては皆さんに事前に配布してコメントを得て、またそれをベースにまた直してというような作業をしながらやってきたものになります。で、今日もさらに新しい解析結果が今回出てきたので、また疑問が出てくる中も持たれると思いますが、まず資料の4について、これは私の方からその通り文面を読んでいきたいと思います。少し煩わしいと思いますが、というまず文面を読んで、その上で皆さんの文面を集めたいと思います。本文から始めます。福島県県民健康調査健康委員会甲状腺検査評価部会が評価部会というのは、2011年平成23年度から2013年平成25年度に実施した甲状腺検査先行検査で得られた結果に対する評価として、2015年平成27年3月に甲状腺検査に関する中間取りまとめ以下中間取りまとめというとしてまとめ、中間取りまとめにおいては先行検査の結果については放射線の影響とは考えにくいと評価するとした。続く2014年平成26年度から2015年平成27年度に実施した甲状腺検査本格検査検査2回目で得られた結果に対する評価として、2019年令和元年9月に甲状腺検査、本格検査、検査2回目、結果に対する不快まとめが2回目まとめという、としてまとめた。2回目まとめにおいては、悪性ないし悪性疑いの発見物に影響を与える要因を可能な限り調整し、暫定的に年齢別、市町村別、アンスケア、推定甲状腺吸収線量を用いて行った線量と、甲状腺がん発見率との関連の解析を行った結果、
線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関係、過去線量増加関係は認められないことから、現時点において甲状腺検査、合格検査、検査2回目に発見された甲状腺がんと放射線被曝の間の関連は認められないとした。また同じく2回目まとめにおいては、今後の評価の視点として次の3点を示した。視点の1、平成28年度から検査3回目、平成30年度から検査4回目が行われており、それらの検査結果を蓄積した解析を行う必要がある。視点に、地域がん登録および全国がん登録を活用し、甲状腺検査対象者のがん罹患状況を把握することにより分析することが必要である。視点3、将来的にはより詳細な推計甲状腺被曝線量を用いて高楽因子等を調整した症例対象研究や前向き研究として線量と甲状腺罹患率との関連を検討する必要がある。2019年令和元年10月7日に開催された第36回福島県県民健康調査検討委員会、以下検討委員会において、上記の評価の視点も踏まえ、引き続き甲状腺検査の結果の解析評価および地域がん登録および全国がん報告情報を活用した分析等を行うため、評価部会を招集することが了承された。これを受けて2020年令和2年1月20日に第14回評価部会が開催され、2023年令和5年7月28日の第21回評価部会に至るまで計8回の審議を重ねた。これまでの審議内容を踏まえ、甲状腺検査先行検査から本格検査、検査4回目以下検査2回目までの結果に対する見解、今後の健康課題等を評価部会として以下の通りに示す。今回のまとめの対象について、2015年平成27年7月の中間取りまとめにおいては、2011年平成23年度から2013年平成25年度に実施した先行検査で得られた結果に対する評価を行った。次に2回目まとめについては、続く2014年平成26年度から2015年平成27年度に実施した検査2回目で得られた結果に対する評価を行った。今回のまとめにおいては、視点1を踏まえ、先行検査から検査4回目までの検査結果を蓄積した解析を行うとともに、視点2を踏まえ、地域がん登録および全国がん登録を活用し、検査対象者のがん罹患状況を把握した解析を行っている。対象となる検査や新たに活用した情報については以下の通りである。評価と1、解析および評価の対象となる検査、これは表になってますが、先行検査、本格検査、検査2回目、本格検査、検査3回目、25歳児の節目検診、平成4年後までから本格検査、検査4回目、25歳児の節目の検診、平成5から6年度生まれを、これらが解析対象になっています。両確保に、甲状腺検査結果と地域がん登録及び全国がん登録情報の活用結果、2回目まとめにおける視点2を受け、評価部会では地域がん登録及び全国がん登録情報を活用した分析を検討事項の一つとして加えた。今回2012年平成24年から2015年平成27年までの福島県地域がん登録情報及び2016年平成28年から2018年平成30年までの全国がん登録情報に登録された甲状腺がん症例220症例と、検査3回目まで発見された悪性ないし悪性疑い者
211症例を適用した結果、がん登録の2に登録された症例は43例で、全体の 16.9% であった。がんの進展度で比較すると、上皮内または限局性の症例ががん登録のみに登録されている方については20例、46.5% であり、甲状腺検査とがん登録の両方に登録されている方は62例、35.0% であった。また、2012年、平成24年から2017年、平成29年までのデータにおける領域リンパ節転移、隣接臓器浸潤、または遠隔転移の割合で比較すると、がん登録のみに登録されている方については、51.9% であり、甲状腺検査とがん登録の両方に登録されている方では、65.0% であった。このように、がん登録のみの方で、より上皮内、または限局性の割合が多く、領域リンパ節転移、隣接臓器浸潤、または遠隔転移の割合が少なかった。なお、その都合により把握できたがん登録のみの症例のうち、比較線量が推定考慮したものについては、高段、括弧に、両括弧に、個人の比較線量推定を、推定比較線量を用いた解析で述べる症例対象研究において解析に加えた。2、疫学的解析の結果について、両括弧1、地域別推計比較線量を用いた解析、2回目まとめの際に用いた疫学的解析手法を踏襲し、検査4回までの検査結果について、それぞれ検査回ごとに発見された悪性ないし悪性疑い発見率と比較線量の関連について、横断調査の手法により解析した。また2回目まとめにおける今後の指定位置を受け、先行検査を受診し悪性ないし悪性疑いとは判別されなかったの方のうち、検査2回目から検査4回目のいずれかを受診した方をコホート解析対象者とし、新たに悪性ないし悪性疑いと診断された症例の発見率と比較線量の関連について解析した。比較線量については当初アンスケア2013年報告書で公表された年齢別市町村別の推定甲状腺吸収線量を用い、その後アンスケア2020-2021年報告書で公表された年齢別市町村別の推計甲状腺吸収線量を用いた。アンスケア2020-2021年報告書においては、アンスケア2013年報告書と比較し、要素131に加えてその他の単半円比較種の線量も評価されており、吸入比較線量に関しては全体的に下がっている。また食品摂取による被爆線量についてより現実的な設定がなされるなど、より精緻なものとなっており、今後の解析においてはアンスケア2020-2021年報告書で公表された推計甲状腺吸収線量を用いることとした。なおアンスケア2013年報告書で公表された推計甲状腺吸収線量を用いた解析では、経口摂取による被爆線量の不確実性をなるべく免ずる解析方法とするため、小さい児、6から14歳未満、15歳以上と年齢階層を分けて解析を行ったが、アンスケア2020-2021年報告書で公表された推計甲状腺吸収線量を用いた解析では、それがより精緻な線量評価となったことから、震災時5歳以下も含めた全年齢を合わせて解析を行った。発見率に影響を及ぼすと考えられる高額因子、性、年齢、検査年度、検査間隔、検査間隔を調整し解析した結果、被爆線量と悪性、ないし悪性疑い発見率の関連において、被爆線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関係、線量効果関係はいずれの検査においても認められなかった。両括弧、個人の推定被爆線量を用いた解析、2
回目まとめにおける指定算を受け、より詳細な推計甲状腺比較線量として個人の推計比較線量と悪性、もし悪性疑いの関連について症例対象研究により解析を行った。前述の地域別推計比較線量を用いた解析においては市町村ごとに割り振られた比較線量を用いたため、個人の推計比較線量に比べて誤差が大きいこと、検査により発見された悪性ないし悪性疑いが比較線量の影響を受けているのか、所在市町村による地域差の影響を受けているのかを明白に区別できないことなどが指摘された。近年の研究の進捗により大気拡散シミュレーションを用いた学習濃度データベースと基本調査の行動調査表との結合による現実的な吸入被曝線量の推計や水道水摂取による経口被曝線量のより精緻な推計など、個人の吸入被曝線量、経口被曝線量の推計が可能になった。今回の症例対象研究においては基本調査の行動調査表のある方について、それらの個人の推計内部被曝線量と外部被曝線量の合算値を用いた。なお地域が受診年度による精子吸引細胞診の実施率の変動および線量と一定の関連があることから、行楽因子の調整には個人単位の受診歴を中心に行い、推計比較線量に関するオーバーマッチングを避けるため地域による調整は行わなかった。そして相対的に線量の高い被曝地域および浜通りに関してはそれぞれで個人線量と甲状腺がんの関係を解析した。またこの個人の推計比較線量を用いた解析においては、検査で発見された症例のほか甲状腺検査で発見された症例と地域がん登録および全国がん登録情報の突合により推計されたがん登録のみの症例のうち、個人の被曝線量が推計できたものも合わせて解析を行った。これらの解析の結果、先行検査から検査4回目で発見された甲状腺がんおよび2018年、平成30年までのがん登録のみに登録された症例と放射線被曝の間の関連によって被曝線量の増加に応じて発見率が上昇するとしたいった一貫した関係、線量効果関係は認められなかった。3まとめ、疫学的解析の結果まとめ、上記4-1、4-2の結果の通り、いずれの疫学的解析手法においても被曝線量と悪性ないし悪性疑い発見率との関連の解析において被曝線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関係、線量効果関係は認められなかった。よって先行検査から検査4回までにおいて甲状腺がんと放射線被曝の間の関連は認められない。なお2回目まとめにおいて挙げられた視点について、それぞれ検査4回までのデータを解析できたこと、がん登録制度を活用して甲状腺検査の細胞診により診断されなかった症例を含めた解析が可能となったこと、個人ごとに被曝線量をシミュレーションし、それを使った症例対象研究を追加できたことから、解析手法において一定の確率を見たといえる。これらの結果、2回目まとめの段階より今回の解析ではより明確に被曝線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関係、線量効果関係がないことを示すことができたという。これらの解析結果に加えて全体的に被曝線量が低いことから、今後も一貫した関係、線量効果関係が認められない可能性は高いが、特に甲状腺透過線量が相対的に高く、かつ放射線に感受性の高い原発事故当時、乳幼児であった世代を今後も継続して殺していくためにも、引き続き見守りが必要である。4-2、発見された甲状腺がん疑いを含むについて、
これまで我が国の甲状腺がんの時間統計などから推定される有病数と比較して多くの甲状腺がんの発見が先行検査で報告されていることについては症状のない人を対象として広く実施した精密な超音波検査の結果生命予防を脅かしたり症状をもたらしたりしないようながんを過剰に診断しているのか将来的に症状をもたらすがんを早期発見しているのかのいずれかまたは両方の効果によるものであると考えられる。しかしながらどちらがどの程度の割合を占めるかについては現在のところその判断は不可能である。今後専門学会等での広報誌的な検証が必要である。両括弧さん、今後の検査の次第、甲状腺検査については検査を受けたいという県民の意向があることから子どもたちの健康を長期に見守ることを認識しているものである。これまで得られたデータから先行検査から検査4回目までにおいて甲状腺がんと放射線被ばくの間の関連は認められないところだが衛生病被ばくによる影響が遅れて現れる可能性も考慮し特に甲状腺透過線量が相対的に高くかつ放射線に感受性の高い原発事故等に乳幼児であった世代の状況を見守る必要がある。しかしながら検査には安心とそれによる生活の質の向上につながる可能性があるなどというなのか将来的に症状やがんによる死亡を引き起こさないがんを診断し治療してしまう可能性があるなどの利益も考えられることから対象者の理解と同意を得て実施していくことが重要である。そのためには検査の利益や不利益はもとよりこの度確立した解析手法を踏まえた評価や知見を県民に対し分かりやすく還元するなど検査に関する情報の周知を今後も推進しながら実施すべきである。また原発事故からの時間の経過による対象者の高年齢化、進学や就職による県外転出者の増加および甲状腺検査受診率の低下なども状況の変化を踏まえ甲状腺検査の結果のみならずがん登録制度のさらなる活用により検査対象者のがん罹患状況を把握できると取り組みを継続するとともにこうした受診環境の変化やアンケート調査などで把握してきた県民意識を十分に踏まえた検査実施方法等が今後検討されるべきである。これらの視点をもって今後の評価が検討委員会での検討を進める必要がある。そうです。少し長くなりましたけども一応、部会のまとめとしてまとめてみました。これについて部会の先生方この場でさらに何か追加する工夫があるようでしたら曽根先生。はい、そうです。何点かあります。まとめていいですか。はい。はい。4-3 の、8から11行目にかけて、コホート対象、解析対象者というような言い方がありますけども、これ、どの解析のことを言っているのかがよく分かりませんでした。これは質問です。はい、これは、今回はコホート解析、今日の資料の中では、資料の2-2かな、資料の2-2に本格検査累積と書いてあるデータのことを指しているつもりです。でしたら、やっぱりちょっとこれは、コホート解析と言っちゃ、不適切だと思いますけど。コホートという言葉を除いて。はい、横断解析を、足し算したと言いますか。
あの合算した解析だという位置付けだと思います。はい、じゃあちょっとその辺 の, あの言葉遣いについては、はい、後で筑部先生にまたそうですね、はい、したいと思います。はい、それからあのですね、あと2点ほどあります。もう一つはですね、あの今回の、まあ、工場、あの小児対象研究の解析のところで、まあ、場所で言うと丸4の4の、まあ、7行目、8行目、9行目あたりで、今回、まあ、調整を試みた最大のその崩落因子は、個人受診歴ですね、受診年度ですとか受診パターンとか、まあ、こうした理由は、要は甲状腺検査を受けるということが、その甲状腺がんリスクと、線量との関係を見るにあたって、最も影響の大きな崩落要因であるという認識からそのような解析をしているんだというふうに思います。でそのことをきちんとここに記述をしておくべきだと思います。甲状腺検査というのは、まあ、あの解析をする、肝臓の解析をするという意味では、最大の阻害要因になっているということを確認できているということです。そのことを、まあ、記述するということをしてほしいということですね。実際やったことは、あのまあ、記述され、正確に伝わるようにという意味です。それから、続けていいですか。はい。それから、はい、3つ目がですね、この同じページの15、16、17、18ですね。これらの解析の結果は、まあ、主には症例対象研究の結果、いくつかの表が出てですね、あるいはその大月の図が出て、これらがですね、一様に、まあ、この関連において、被爆線量の増加に応じて発見者を上昇するといった一貫した関係は認められなかったという、そういう結果を示しているのかというと、私はそうは思えてないんです。で、地域を、限定しない、まあ、ですから、まあ、指導でいくと3の1、3の2、3の3、あるいは3の7、3の8、3の9、これらの結果を見ますと、まあ、あの、多少は、あの、なんていうんですかね、有意差がなく、その、大津市で言えば1を含んだ診断結果になっていますけれども、例えば、まあ、丸3の6の図を見てもですね、あの、まあ、素直にこれ、やっぱり上がってないとは言えない。有意差がないかもしれませんけれども、関連を示唆する結果であるというふうに捉えた方が自然だと。私は思います。で、そういう結果が出ているのに対して3の4、3の5、3の6地域を限定した解析ではそのような傾向は見られない。確かにフラットな、あるいはネガティブな関係が見られている。要は地域を限定することで違う結果が出られているということをきちんと記述すべきだというふうに思います。で、どうしてそうなるかというと、やはりマッチングをしているその最大の崩落要因である受診の検査を受けた受診の状況がきちんとコントロールされてないから、3の1、3の2、3の3の解析では関連があるように見られ、地域を限定した解析では、関連がないように、見れると。なので解析方法としてきちんと受診歴を制御できているのかというと、できていないというのが私結論だと思います。ですから関連がないことをきちんと、示すことができたということではなく、大きな影響を持つ検査、甲状腺検査の、受診歴を、正しく制御することができていない。なので、まあ、関連について結論を記述ということは難しいというのが私ここで書くべき言葉だと思います。以上です。はい、ありがとうございます。
がん登録症例を加えていくと、そのトレンドが打ち消されていく、要するに症例数が少ない時の大チャンス的な影響を見てたのかなというのが私の解釈だったんですけど、例えばこれは2の1と2の8の、違う、3の1と3の8かな、比較とかっていうもので見ていったときに、症例数を足して増やしていくと絶対にフラットになってくるというような傾向があるので、あまり症例の少ない時の解析結果にストレスを置いていろいろ議論するというのは議論の質疑かなというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。ですけど、その3の1、3の2、3の3に比べて3の4、3の5、3の6というのは症例数少ないですけど、いやいや、どっちの方がん登録症例を22例ですか、増やした方のカウンターパートです。じゃあ、まあ、若干ですからその関連の傾向は薄まっていますけども、おそらくそのがん登録症例で検査の方向に行われている地区での症例が少ないと思います。だからその結果がん登録症例を含めると関連の大きさというのが若干小さくなっていますけども、そのことと症例数とは、直接、多少増えてはいますけれども、そのことではなくて、がん登録症例の特性が表れているんだというふうに思いますけど。はい、分かりました。片野大臣。片野先生、宮城先生の方が先に手を挙げられてたと思います。宮谷先生、はい、宮谷ですよ。今のと関連があるかもしれないんですけど、ですね、前から私気になっていることなんですけど、甲状腺がんのステージのですね、丸4の2の甲状腺がんの進展度で比較するとっていうところなんですけど、丸4の2の21行目から28行目なんですけどもね、で特にそのまとめとして書いたのは、25から27秒目で、26から28か、がん登録のみの方で、より上皮がまた減少性の割合が多く、リンパ節転移とか、隣接臓器への浸潤が少ないというところで、がん登録よりも、この、県民健康調査の症例の方が重症度が高いわけですよね。でそれが何かいろいろ影響してないかとか、でこういうところからすると、果たして、何でしたかね、がん過剰に診断、発見しなくていいがんをそんなに発見してるのかとか、それもちょっと気になるところで、というところで、やる前の部会で、がん登録のケースと、通常の検診で見つかったケースと、その背景とか、そういうのを比較したことはありましたっけ？どうでしたっけ？そこはすごく気になるんですけど。比較したことはなかったと思います。がん登録症例の個々の症例に私たちアクセスはできないんで、あくまでその統計的に、どのくらいのステージで何歳でっていうような情報をもらっているだけかと思います。でこれに関しては以前今の学会のガイドラインっていうのが、全国あまねく全ての病院で同じように普遍していれば大体みんな同じクライテリアで手術をしているわけなんでしょうけども、必ずしもそうじゃないっていうことは間接的に言ってることだろうと思うんで、これは私たちの任務というよりはむしろ関連学会の先生方に少し注意喚起をするようなものになるのかなと思っています。
私としては、なんか眼球力を加えることによって、本来の優しさが見えなくなってきてるのかなっていう、そういう器具がないかっていうのはちょっと気になったところなんですけど。まあ、不安で手術に回っていくというものが、線量と関係なくランダムに起きているのであれば、それバイアスにはなってこないと思います。先生が心配されるのは、線量の高い人ほどいろんなところですぐ治療を受けたがるというふうに、そういう何らかのバイアスがかかってくると、解析自身がちょっとおかしくなってくるんですけれども、今の場合は、それぞれの住民、被災者の方は自分の線量っていうのを理解してないブラインドなわけですから、そういうバイアスっていうのはかかってこないんだろうと思います。あまりそこをこう心配していっても解析にはつながっていかないのかなと思います。いかがでしょうか。まあ、かりません。ちょっと今一つ納得できないところですけど、はい、この一文を加えたのはですね、逆に眼登録、県民健康調査以外で見つかっている方がより重症の人間が出ているというような噂がありまして、そういうものに関して明確に事実としてこういう結果が出ているということを示す必要があったと今回まとめにあえて書き入れました。了解しました。はい、片野大臣。なるほどです。眼球力症例を貸して、その陰性が薄まるという点については、もし線量の関係が あるんであれば、その検査を受ける、受けないにかかわらず、その線量との関連で影響が出るはずなので、その眼球力症例を貸すことで、その陰性が薄まるというのは、むしろその関連がないんで、ないことを示唆する。しているというふうに私は解釈しています。で、この取りまとめの全体についてのコメント私もいくつかあるんですが、まず最初の前半の視点 1,2,3 で全体の取りまとめからのプラスした分析のその要点ですね、それがまとめられているのはすごく大事で良いことだと思います。で、今回今回の取りまとめでは、その検査4回目まで加えて解析したこと、で、前方がん登録、地域間の眼登録症例を加えて解析したこと、で、一番大きな点は、個人線量を用いた解析したこと、この3つが非常に大事な点で、それが冒頭でまとめられているというのは、すごく良いことだと思いました。で、その上で、現在のこういう今のデータに基づく、あるいは将来得られるデータも含めてですけど、もう今回取りまとめの面で意図した分析っていうのが、できる限りのその分析だなというふうに私は理解しています。前回の取りまとめの時に、その個人線量じゃなく、その地域別の線量でやっていて、その結論が確定的なことが言えなかった。で、今回個人線量を用いて同じようにその関連が見られなかったということは、かなりその確立した手法というような表現されてますけど、そのできうる、その最大限できうる解析をしても、その関連がなかったという意味で非常に重要なことだと思っています。なので、どこでしたっけ、確立した手法だという表現がありましたよね。3のまとめのところでしたっけ。すいません。ちょっとごめん。で、30行目の、一定の確率を見たというよりですね、ここの点が非常に重要で、で、もしですね、この確立された手法を用いて、その今回結果を出したということに意図するんであれば、その前回その関連がなかったということに加えて、その関連がないということがより確かになったぐらいの、ちょっとその踏み込んだ表現をした方がいいんじゃないかというのが私の意見です。それがまず1点です。はい、ちょっとここで、加藤先生、その31行目に、
それらの結果、2回目のまとめ段階より今回の解析ではより明確に被爆線量の増加に応じて発見率が上昇するといった一貫した関係がないことを示すことができたというふうに書いたんですが、もうちょっと明確に書いた方がいいということでしょうか。これで私の趣旨としては反映されていると思います。失礼しました。前回のこれまでよりも明確に示すことができたというのが大事な点だと思います。で、2点目は、そのオラスケーションの最後の見守りが必要であるという部分なんですが、これは、検査の目的として冒頭に安村先生が説明された通り、その見守りのために、開始された検査であるというのはその通りだと思うんですが、これ具体的にはその甲状腺検査の提供を続けるということと、で難読症例を用いて先ほど部会長がおっしゃられた今後何十年も追跡をするっていう、その2つを指しているという、そういう理解でいいですか。はい、これは私の方からこれは県の方がこの8月にアンケート調査どういうアンケート調査の規模なのかは詳細は私たちにはまだ説明されていませんが、やる予定です。でその結果っていうものがおそらく今年中に解析結果も出てくると思われます。でそういう県民が今の甲状腺検査に対してどういうイメージを持っているか、それから私たちが改定していった説明ですね、メリットデメリットの説明、そういうものをどの程度理解しているか、その辺に対する解析結果が出てくると思いますので、それを踏まえて皆さん不安が少なくなってきているのか、もう甲状腺検査いらないという意向がマジョリティになっているのか、それともいやまだやってほしいというフラクション割合がある程度あるのか、その辺は見極めてから親委員会の方で大きな方針というのは決めるんだろうと思っています。でちょっとそこまで今回私たちが踏み込むというのは僭越すぎると思いまして、ここはちょっとぼやっとした書き方になります。分かりました。そのアンケート調査は今回の取りまとめが出された後に行われるものなんですか。その今回の結果をきちっと県民に伝えることがまず大事じゃないかと私は思っています。はい、これ自身はファイナライズされれば公開されていく文章になりますよね。で、今回少し祖父江先生の方からコメントありましたので、少し修正しないといけないところがあると思います。でアンケート調査自身は後から県の方から説明してもらいたいと思いますが、8月に開始するような方向で今計画が進んでいるというふうには伺っております。分かりました。私の意見としては今回前回の取りまとめから4年間、この部会でも議論を重ねてきて、で医大の方でもその詳細な解析をしていただいて、でそれに基づくその部会の取りまとめっていうのをきちっとその県民に伝えるということが大事だというふうに考えています。で可能であればその取りまとめというか結果を知らした上でその県民の意向を聞くっていうのが素直なやり方なんじゃないかというふうに思います。で最後1点4の方ですね、行数でいうとページ数丸4の方の不利益のところですけれども、ここにその検査有償券になった場合の不安も不利益に含まれると思うので、それを加えていただきたいということと、あとはそのこの検査というかこの取りまとめの結果を受けてきちっと県民に伝えた上でそのこう受けたい人っていうんですかね、そのメリットデメリットをきちんと理解した上でその受けられる体制の整備っていうのが大事だというふうに思っています。でその点はどっかに入ってたんですよね、その運勢の担保っていうのはすごく大事だと思ってるんで、それはどっかに記述はされてたんでしたっけ。議員制っていう言葉は特には書いてませんが、必要であれば多分丸4の5の27から29
その辺で、確認ですかね。あるいはその前の19、20のところ。おそらく、我々のホームページの20行目、21行目だったら、対象者の理解と同意を得てっていうところが、まあ、回答するので、認証の担保をした上でっていうような、受けたい人、受けたくない人もおそらくいらっしゃると思うので、その、受ける人は受けやすく、受けたくない人は、その、受けないという選択肢を、その、遠慮せずにこう選択できるような体制が必要で、それが、まあ、認証の担保っていうような表現に集約されると思いますので、そのあたり少し加味していただければと思います。はい、了解です。以上です。多分カットすると今のページの20行目、対象者の理解と同意の前に任意性を担保した上でという、そういう、はい、そのあたりだと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、他いかがでしょうか。はい、じゃあどうもありがとうございました。まあ、祖父江先生、それから片永先生の方から少し言葉が足りないというような指摘がありましたので、そこのところはこちらで加えまして、もう一度先生方にメールで回していきたいと思います。できればですね、私たちはこの任期のうちで私たちの責任で文章をまとめたいという希望があるんですが、祖父江先生、いかがでしょうか。はい、言葉が足りないじゃなくて、ここに書いてあることに私基本的なところで賛同できないんです。ですから、もしこのまま行くんであれば、異なる意見を言っている委員がいたということを記述してほしいです。以上です。はい、わかりました。じゃあなるべく少し表現を考えまして、また皆さんに回していきたいと思います。でその上で祖父江先生、どうしても例えば先ほどの占領効果関係でこれ、まあ余ってる部分があるっていうのに関する記述ですね、そこを気に召さない場合がような趣旨を、何らかの形で入れる形でまとめていきたいと思います。ちなみに私たちの任期ってのは今月いっぱいでしたっけ。県民健康調査佐藤です。はい、4月末までの任期となっています。はい、では急いで私自身も少し修道いたしますので、皆さんよろしくお願いします。それでは、まだ深いまとめ案の状態で、もうちょっと終了してという形になりますが、この議論はここで一旦締めたいと思います。それでは続いて次の議題、甲状腺がんゲノム異常と予後について、それは、運動委員にお願いしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近藤です。鈴木部会長にご指示ありましたので、情報提供として甲状腺がんのゲノム異常というものについて、資料をまとめました。すみません、認識しておりました。部会長に指示がありましたので、甲状腺がんのゲノム異常というものについてまとめました。次のページをお願いいたします。これは甲状腺がん、甲状腺のロボット被害の甲状腺がんの組織系を横軸に、そしてもらった遺伝子異常を縦軸に並べておりますけれども、現在知られている遺伝子、主な遺伝子異常を並べてみました。乳頭がんを見てみますと、BRAF の扁桃腺変異とか、レッド遺伝子再構成、NBRAF 遺伝子の再構成を、が中心に乳頭がんに見られておりますし、ロボがんではですね、BRAF、NBRAF の遺伝子異常は見られずに、出すので、元に戻してください。ロボガンでは、出すので、
点突性変異、ピパガマの A 細胞性などが見られます。これら分化がんよりも予後の悪い低分化がん、未分化がんでは、まあこれら遺伝子が混在するんですけれども、P53 の変異が加わってくるという特徴があります。いずれにしてもこの甲状腺がんにおいては組織系と遺伝子上にある程度の相関があることが知られております。次お願いいたします。で現在もこの、さまざまな悪性腫瘍は網羅的なゲノム解析が行われておりまして、これは米国から提供している TCGA のアトラスから取ったデータでありますけれども、甲状腺がんの乳頭がんを網羅的にゲノム解析いたしますと、これ横軸がですね、症例が並んでおります。で縦軸に遺伝子変異が並んでおります。BRAF変異を中心とした乳頭がんと RAS 変異を中心とした乳頭がんに分けられていて、かつこの BRAF 変異を持っているもの、RAS 変異を持っているもの、それからその他の融合遺伝子を持っている乳頭がんというのは、それぞれこれらの遺伝子以上は相互排他的で、一つの腫瘍がですね、これら、主だったプロ、オートデイクな遺伝子変異を共有するということはございません。で、この図の中ほどにですね、TRT、タートと書いてあるところがございますけれども、これはタートプロモーター変異を表していて、このタートプロモーター変異はですね、BRAF を持った乳頭がん、ラスを持った乳頭がん、もしくはその他の融合遺伝子を持った乳頭がんに、散在性に見られる、約 5% から 10% にこのタートプロモーター変異が見られることが知られております。次お願いします。で乳頭がんにおける予防因子として、遺伝子量はどのように考えられているか、いるのかということなんですけれども、当初は BRAF 変異を持ったものは予後悪いと言われていたんですが、現在ではですね、この BRAF 変異を持っているものだけではなくて、BRAF 変異とタートプロモーターミューテーションを持っているものが、著しく予後が悪いということが、解明されてきました。でこれはさまざまな注視が行われていて、これはソリッドなデータが固まってきています。 BRAF 変異を持っていて、かつタートプロモーター変異もある乳頭がんは予後が不良であるというデータが出ています。次お願いいたします。で実際にこれは手前味噌で申し訳ありませんが、我々のデータで確認いたしますと、乳頭がんにはですね、術後にリンパ節再発を繰り返して、いくという症例があります。でこれはですね、繰り返しリンパ節再発を繰り返す乳頭がんの、症例を集めて遺伝子解析をしたんですけれども、2回以上リンパ節再発を繰り返す乳頭がんの約9割がですね、 BRAF 変異に加えてタートプロモーター変異を持っているということが分かりました。で逆に、再発を繰り返さない乳頭がんではこの、BRAF 変異とタートプロモーター変異を持つものは少ないということが分かっています。次お願いします。また乳頭がんはですね、進行すると未分化がんに転化することがあるんですけれども、これは未分化がん転化した乳頭がんの症例で、その同じ症例の中で、乳頭がん成分と未分化がん成分の遺伝子解析を同時にしたものでありますけれども、この未分化がん転化した乳頭がんの約8割がですね、やはり BRAF 変異とタートプロモーター変異を同時に有しているということも分かってまいりました。次お願いいたします。では若年者の乳頭がんではこれら遺伝子異常がどうなっているのかというデータを示したいと思います。これは福島とか関係なく調べた成人と、それから20歳未満の若年者の乳頭がんの遺伝子異常のデータでありますけれども、成人では約8割が BRAF 変異を持っていて、それから、約 10% にタートプロモーター変異を持っています。では若年者の乳頭がんではどうなるのかというと、やや BRAF の変異が頻度が下がりますが、それでも有意なものは BRAF の V600E の変異がありまして、ただしですね、成人と異なることは、我々が解析した81例の、若年者の乳頭がんではタートプロモーター変異は1例も見つかりませんでした。次お願いいたします。では福島で、この原発後にですね、調査で見つかった乳頭がんがどういう、遺伝子異常が見つかっているのかということですけれども、これは JCM2020 年に岩崎先生から報告された例、報告ですけれども、
福島の若年者乳頭がんでは、やはり BRAF-V6E の変異が最も多いんですけれども、一部これ症例が重複されているはずですが、2015年に水崎先生の報告では福島の若年者の乳頭がんに、タープホルモン変異は一例も検出されませんでした。次お願いいたします。これまとめてみますと、甲状腺乳頭がんにおいて成人若年者とも、ビラ変異が最も頻度の高いドライバー変異であることは共通しております。でこれまでの研究の結果からビーラ変異とタープホルモン化変異を有する乳頭がんというのは両方不良であることが知られているんですけれども、若年者の乳頭がんに限ってはタープホルモン化変異の頻度は著しく低いということが分かっております。それから福島原発後の若年者乳頭がんにおいても、この両方不良因子と考えられるビーラ変異とタープホルモン化変異を、共に有する症例は現時点では見つかっていないというのが事実であります。次お願いいたします。以上でおしまいですね。で、これが現在知られているゲノム異常と甲状腺がんの予後の、概説的な話なんですけれども、これ以外にですね、例えばエピジェネティクスの、マーカーの変化だとか、それから遺伝子発現に影響を与える、マイクロRNAの、研究でも、いくつか予後に相関するというデータが示されているんですけれども、現在ソリッドなデータとして示されているゲノム異常の変化というのは以上であります。以上です。はい、ありがとうございます。これはどんどん研究が進んでいくにしたがって、どういう症例が予後が悪いかというのを、予後予測ができるようになってくるということだろうと思っています。で、タートの変異が非常に予後が悪いということは、今の近藤先生の発表で非常によく分かりました。で、マイクロ RNA のような遺伝子の発現を調整するエピジェネティックな変化を起こすような変異というものも少しずつ分かってきてますし、こういうエピジェネティクスに関係するようなもの、例えばマイクロ RNA ですと血清中のエピゾード解析でもそれが検出できる場合もあるので、今後こういう解析手法の進歩というのも少し横目に見ながら、私たち住民とのリスクコミュニケーションを進めていくものと、どうもありがとうございました。今の近藤先生のせっかく の, ご発表ですので、何かありましたか。三浦谷先生。はい、どうも詳細にありがとうございました。私の方で勉強した時だと、放射線陰圧性の乳頭がんは RET-PPC の量分布とは結構多いんじゃないかって話があった気がするんですけど、それだと若年のやっぱり RET-PPC で、それで何かそれがリンクするっていう話は以前あったと思いますけど、その辺は今どういうふうな評価になってるんでしょうか。はい、近藤です。チェルノブイリの事故後にですね、レッド PTC の遺伝子で、遺伝細胞性が発見されて、でその頻度が高いということが報告されたんですけれども、日本ではもともとこのレッド遺伝子の遺伝細胞性の頻度がもともとちょっと低いのと、で現時点ではこの福島に関連してレッド遺伝子、細胞性の症例が増えたっていうデータは今のところありません。私の方からチェルノブイリ血中タンクっていうもので集められてる組織があります。で事故後に発症した人たち、要するにもう放射性要素がなくなってから生まれてきた人たちの自主バンクのデータと、それから原発事故の時に子供だった人たちの自主バンクの比較をした解析結果ができます。でそれで言うと、やはり放射線影響は染色体のリアレンジメント、レッドだけではないんですが、FPTC に代表されるような染色体の再配列を伴うものが放射線のシグネチャーとして言われてきています。
でポイントミューテーションは増えてないというのが今のところの、まあ、結論だろうと思います。ただそれと読むというのはまたちょっと違ってくると思いますので、はい、村上先生。はい、村上です。近藤先生ありがとうございました。で先生一つ教えていただきたいんですけど、7ページ目で、ヤクロニ茶のニュープログラムにはカートの変異がないというデータを示していただきましたけど、若年者でも変化性ステインは中の繰り出しられてあると思うんですけど、この、症に若年者の中にはそういった、リマ性ステインの繰り返しの症例は含まれていたんでしょうか、いないんでしょうか。ありがとうございます。近藤です。今回我々の解析の中に、リンパ繊維の再発繰り返したものが入っているかどうかちょっと今確認できておりません。すみません、ちょっとデータが確認が不十分で分かりません。はい、そうしますと、5ページ目ですね、別のデータで先生、リンパ節繊維を、リンパ節再発を繰り返す乳頭がんが 80% にビラとタトゥーの変異があるということでしたけど、この症例の中には小児は入っていない、成人の症例ということですか。はい、本当です。これ全部成人の症例です。わかりました、ありがとうございます。はい、ですけど、まあ、小児っていうふうに限らないで、20から30代とか、そういう症例で、同じビーラフ点突然変異でも、成長が早い、あるいはリンパ節転移が早いっていうふうなことが知られてると思うんですね。アクティブサーベイランスをやってる症例でいうと、やはり年齢が若いほど成長変異が早いというような傾向が指摘されていると思います。で、そういう症例に限った解析というのはまだやられてないんでしょうか。はい、近藤です。まあ、この若年者と成人と大きく二群に分ける研究があるんですけど、細かく年齢別にですね、分けていった研究はちょっと我々自身は行っておりませんし、ちょっと今思いつく他の研究もございません。はい、ありがとうございました。何か、はい、片野田先生。片野です。予防に影響するとされているこのタートプロモーター変異についても放射線の影響というのは特に報告されてないという、そういう理解でいいんでしょうか。はい、今度です。私が知る限りだと放射線の影響というのは報告されていないと思います。分かりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは一応今回準備してた資料はこれで全てです。その他皆さん追加でこの際議論しておきたい、あるいはこの日記中言い残したことがあるんで最後ちょっと述べたいというような先生がおりましたらお願いいたします。片山先生。片山です。先ほどの発言でも踏めたんですけど、今回の取りまとめを県民に丁寧に伝えるのが我々部会の責任だなというふうに思ってます。だから親会の方でその漫画でこう分かりやすくするようなものを作っているみたいな話を伺ったんですが、どうやって県民に伝えるかについてはここで部会で話し合うのか、それとも親会の方で話し合うのかです。そのあたりはどういう住み分けになっているんでしょうか。これはあまりそういう住み分けについて運営委員会と議論したことはございません。で、まあ、私たちの方でそういう叩き台になるような説明文ですね、あれは作って運営委員会に出して、運営委員会がそれに基づいてまた修正するというようなプロセスだったと思います。今後もおそらく同じような形になるかと思います。今回、まあ、私たちこういう新しい結果を得ましたので、それに基づいた今回の取りまとめをまた運営委員会の方に挙げるわけですが、それを受けてどういうふうに説明文が変わってくるかっていうのは、それはちょっと親委員会と委員の方で少し検討してもらうことかなと思います。
片山です。一部会の意見としてはやっぱり今回の結果はとても大事なことなので、県民に分かりやすくきちんと伝えるべきだという意見を再度申し上げます。よろしくお願いします。はい、よろしいでしょうか。はい、それではまだちょっと取りまとめの文章を少し修正してまた皆さんにもう一度見ていただくというような手間が入りますが、今月中、任期中よろしくお願いしたいと思います。それではこれで、第21回高等選検査評価委員会終わりにしたいと思います。では事務局の方では以上をもちまして第21回甲状腺検査評価部会を閉会いたします。鈴木副会長、以前の進行ありがとうございました。では引き続き記者会見を行いたいと思います。ただいまから会場準備を行います。おおむね5分後の開催を予定しております。ウェブでご参加いただきます部会の皆様におかれましては、お時間までもうしばらくお待ちください。会場の準備が整いましたら改めてご案内いたします。記者会見の出席者につきましては、続けてお渡しした資料をご覧ください。なお皆様からご質問をお受けするにあたりましてお願いがございます。質問の内容につきましては、本日の部会での議論を踏まえて部会の皆さんのご所見等についてご質問をお受けいたします。なお部会での議論に関係のない質問につきましてはお受けできませんので、あらかじめご了解願います。質問につきましては、まずは部会等に受けていただき、その後に部会の方からお受けをいただきます。終了時刻についてです。おおむね30分間の時間を設けたいと思います。4時10分までにいたしますので、ご了解願います。なお、限られた時間の中で、多くの方から質問をお受けするため、お一人で一度に何度も質問することのないようお願いいたします。原則としてお一人一問とし、また質問の方は簡潔にお願いをします。ご自身の意見をおっしゃるのではなく、部会に対する質問のみを簡潔にお願いします。質問される際には挙手をお願いします。私が指名しますので、係の者がマイクをお持ちしますので、所属とお名前をおっしゃってから質問をお願いします。ではまずはじめに鈴木副会長の方からご挨拶をお願いします。はい、今日の部会の最初の頃も言いましたが、これが今 の部会の最後の部会になります。で、この部会でこの過去4年間の、検査、それから私たちの議論を踏まえた部会まとめ案というものを今日皆さんに提出することができました。まだファイナライズされているものではありませんが、この結論自身はすごく解析データとしては今最も私たちが自信を持ってっていうか示せるものだろうと思ってますので、ぜひ皆さんもよくこれを理解した上で県民の皆さんに伝えていただきたいと思います。それでは質疑を受けていきたいと思います。それではご質問がある方は市の方をお願いします。すみません、ワープラネット TV の白石です。ちょっと改めてマッチングについてお尋ねしたいんですけど、今回新たな
マッチングモデルも増えて、あのかなりの数、まあ、最初オーバーマッチングとかその数、そういう指摘もあったと思うんですが、この、そのモデル自体に年齢、生年月日は分かると思うんですけど、生年月日、それから性別、受診した時期というのが、それぞれどのぐらいその行楽要因を調整しているのか、そのマッチングをこれだけやって市町村まで分けたっていうのがちょっと分からなくてですね、調整するというのは分かるんですけども、全部情報が分かっている中で、その、まあ、この全部の3回分のやつを合わせたものを優位にその調整して扱うっていうのがなんかふさわしいのではないかなというふうに素人考えでは思うんですけれども、それがどれぐらいその行楽因子を調整しているのかちょっと教えていただければと思います。はい、少し混乱があるのかなと思います。マッチングをしているのはあくまで症例対象研究です。これは症例に合わせて対象者を選ぶ、1対3の割合で選ぶという時にどういうふうに対象者を選ぶかというところがマッチングになります。でここでは性と年齢は一切単位です。月までは含めてないと思います。性と年齢をベースにまずマッチングして、マッチングというかそういう対象者をまず選んできて、その上で受診パターン、これが今日も議論になりましたけども、どうしても受診パターンっていうのと占領っていうものがある程度関係してきてしまいます。例えば先行調査で言いますと、初年度に一番占領の高いところから始めましたよね。避難地域13市町村っていう形で始めて、でその次中通り、会津、はい、中通りで会津は浜通りと一緒にやったんですが、そういうふうにちょっとこういう受診年度っていうもの自身がある程度占領と関連してるんで、それをどこまでこう入れていくかというのがよく分からなくて、それで発見会、受診パターンに関しては発見会のみ直近2回全てっていうふうに分けて解析してます。でそれによってどういう影響を受けるかというのをここでは見たかったんです。で結論から言うと、発見会のみ、発見までの直近2回、発見会まで全てというふうに変えていっても、それもそれほど大きな影響は出てこない。でむしろそこの中で少し占領が高い方にややこう持ち上がるような傾向が見られたっていうのが、先ほどの祖父江先生からもご指摘あった点だと思います。でその点は今度はがん症例も含めていって、要するに症例数を増やしていった場合にその傾向っていうのは打ち消されていく傾向にあるんで、ある程度こう対象者を選ぶ時のマッピングでバイチャンスでそういうのが起きているのかなというふうに私自身は考えていました。ただそれが十分否定し完全に解決しきれないんで、今回マッチングモデル、資料番号の3の5あるいは3の6という発見受診年度みたいなものはマッチングしないでやったものになりますね。ですから13市町村でいうと先行調査の時に一番最初に受けて、で3年後に受けてっていうふうな、そういうサイクルで行った人たちの中から対象者を選ぶというような方法を取っていくと、占領反応関係っていうのはますますなくなった、フラットになっているというのが今回の解析結果になります。ですからちょっとそこで何をマッチングしたかっていうと、例えば3の5とか3の6でいうと生徒年齢ですね、それといつ発見されたか、でその前はどのくらい離れた時に検査をやってるかという、その2回だけでマッチングしたっていうのが3の5、3の6、あるいは3の11、3の12になります。
になっているか、ちょっと、ね、横断調査の方とはまた違いますよ。横断調査はマッチングはやってない。横断調査はマッチングじゃなくて、あの行楽になりそうなものを、あの同じあの因子として解析の時の、あの共変量として入れてるというやり方です。あの、資料3のシリーズの補助です、ね、症例対象です、はい、あの今はですね、例えば浜通りとか13市町村にあの限定する方が、その行楽、あ、じゃない、間違えました、その線量と影響が、まあ、あの量反の関係が見えにくくなって、そちらの方が、あ、うまくその調整できているからだというふうにおっしゃるのですけれども、逆の可能性もあるのではないかなと思って、むしろその例えば13市町村というのは避難されている方々なので、結構受診機会がバラバラになっているケースが多いものですから、かえってそこにあの変な変化が生じているので、こういうパターンで考えた場合に、むしろあのその、最初の方の線量と影響があの、まあ、増えれば数が増えるっていう方が、むしろ実態に合っているかもしれないという考え方を持ってもおかしくないのかなというふうに思ったんですね。そっちの方が正しいと言える理由がちょっとなんかその不確かというか、あの、まあ、鈴江先生がまだ関係を見れないじゃないかというふうにおっしゃってたんですけど、もし言えるとしたらそういうことであって、どっちが実際に実態に合ってるか、検査時期のことをきちっと入れないと何とも言えないんじゃないかなというふうに思ったんですけど、いかがでしょう。検査時期は発見までの直近2回の受診パターンという形で入れてあります。あの13市町村限定、浜通り限定、年齢と性と、それからあの発見された受診サイクルと、それからその前にどのくらい離れた時に受診しているかっていう、そこはこれはマッチングしています。あ、はい、ですから先ほど言ったあの13市町村の方がバラバラで、はい、そういうバイアスを拾いやすいんじゃないかって言ったのは、ここはそこは、まあ、きっちり押さえてあります。なるほど。あの、まあ、あの私が申し上げたのは、さらにその1回目、2回目、3回目、4回目といっても、人によってその最初の方に受診される方と、例えば、学校でみんなと一緒に受ける方と、そうじゃない方と、あのいろんなパターンがいたり、中には不登校になって2年後ぐらいに1回目の検査とか2回目の検査を受けた方がいるというようなケースもあるということを念頭に置いたときに、はい、それがこのマッチングで調整されたということですね、はい、ここの発見までの直近2回って言ってるのは、例えば先行調査で発見された人は、先行調査で発見された人の、先行調査を受けた人の中からあの対象者を選んでいる。で3回目に1回先行調査を受けて、3回目に受診した時に、あのそれが例えば2回目の受診で発見されたという人の場合は、同じように先行調査を受けて2回目は受けなくて、3回目に受診してあのがんとは診断されなかった人っていう集団の中から対象者を選ぶ、はい、そういう形であの検査感覚とかっていうのも、そういう形で調整したことになります。それは今のご懸念の点は、この解析ではちゃんとカバーされている、カバーされていて、あのでもそれをあえて13市町村とか浜通りに限定するのは、それでも不十分だからということを意味しているわけじゃないですか。いや、そういうわけじゃないです。話じゃないですか。そういうわけではないです。あの浜通りだけにしたとか13市町村だけにしたっていうのは、あのそれ以外の中通りと会津がですね、あの線量が高くない人たちが圧倒的に多いんですよ。あの10ミリシーベルト未満の人がほとんどなんです。でそういうもともと線量のない人たちのをあのいっぱい入れていくことによって、変に薄まってしまって、
制御効果関係が見えにくくなるんではないかということで、あのこの13市町村プラス浜通りっていうのを最初入れたんですね。でただそれに対してはやっぱりあの受診する年度が実際は違ってるんで、あの細胞診の実施率みたいなのがダーッと変わっている時期に、あの高い時にあの13市町村を受けて、だんだん落ち着いてきた頃にあの浜通りが、完全に落ち着いてないんですけど、その下がってきた時に浜通りが受けるみたいな、そういうバイアスがかかってるだろう。それでこの2つを一緒にするのはやっぱりまだあの何を見てるか分かんないっていうんで、あの症例数は減るんですけども、13市町村圏で浜通りが受けるというような解析を追加でやったっていうことです。でその結果であのまあ、どういう線量効果関係のパターンが出てくるか、あのそれを確認したということになります。わかりました、ありがとう。祖父江先生、何か追加でお話しでしょうか。ですね、あのマッチングをする意味は、その対象者がその同じ、甲状腺がリスクを持っていることを保証したいからなんですね。でそこを揃えた上で線量と、甲状腺がんリスクを比べたい。でできるだけあのそれのために、今まで集団とか地域単位でやっていたその調整というものを、調整対象研究ではマッチングという形で個人単位でやって、で受診歴をきちんと揃えてみたんだけれども、まあ、それがあった上でその全体で検討したときは、なんとなく関連があるように見えてると僕思うんですけどね。で、地域を制限した場合にはそれは見えてない。ということは、地域を、その、まあ、地域を限定することで何が起こるかというと、甲状腺がんリスクのその違いというのは、その揃えられる。だけど、線量のそのバリエーションを確保できないんですね。そうすると、どうしても関連がなく見える方に行くわけですよ。で、私がその全体を使ったときに関連が見えるように、あるように見えて、制限したときにないように見えるということは、きちんと制御されてないということです。甲状腺がんリスクのことを。というふうに私は思ってます。で、そういう発言をしました。なので、私は、完全なしということが明らかにできたというきれいなデータではないと思うし、方法論として確立したものができたとは全く思っていません。以上です。よろしいでしょうか。他に質問のある方お願いします。古い方ですけど、今のに、ね、関連してなんですけども、地域を限定した場合にそのお椎が上がっているように見えるっていうお話があったと思うんですけど、それは違う。いや、地域を限定するとお椎はフラットになる。あ、うん、例えば3の26、3の26とかってのはこれは3ミリと今の3ミリから10ミリ、10ミリでいうふうに上がってる、あのお水が上がってるってことですよね。3の26が浜通り限定で、もう一つが13市町村限定、これが20、13市町村限定22ですかね。22ですか。はい、で浜通り限定は3の26。はい、でこれあのどっちも地域を限定してますけど、はい、それで、うん、
なおかつ今度それにあと、まあ、数例ずつなんですけども、はい、がん登録症例が加わったものがその次に来るわけですね、はいはい、ですね。でそっちで、3の46の方があのがん登録症例を加えた、なんで加わったかっていうのはもうちょっと伏せ字になってます。それから3の丸3の50ページの方が浜通り限定であの、まあ、がん登録症例が入る、はい、あの症例これで言うと、まあ、大体2つになってますし、ね、そうですね。でこの3の浜通り限定で解析してて、占領率が上がっているんですけれども、これは有意な差が出てるっていうふうなことじゃないんですか。これはあの有意トレンドは有意ではなかった。あ、はい、だからあのまあ少しサジェスティブであるっていうふうな議論はあのできるかもしれませんけども、ただ症例が加わっていくとそれが消えていくっていうのもあの事実になってくるんで、あのそういう意味で的に、はい、あまりあの有意でなかったものにもあまり重きを置くような議論は避けたっていう。わかりました。で、あ、なので統計学的に、まあ、ローズレスポンスを調べると有意な差にならないということなんですね。はい、はい、はい、確認でした。まあ、ちょっとあの少し今言ったこういうなん、まあ、マッチングのやり方によって少し占領効果関係が動くということはあのもっと書き込んで最終的には。他にご質問のある方おりましたら挙手をお願いします。前回までは、あの1、20年までは、その一番最初のモデルだった4地域というものについて、一応、まあ、あの4つの地域です、ね、に分けて、コボットで見ていたというのがあって、まあ、今回は完全に最初からそれを、まあ、踏まなかったということで、この検査が始まった時の形というか、目指していたところからは、まあ、大きく変わる研究に、あのなったで、今まで、最初 の, あの 4地域からアンスキア の, あの推定甲状腺吸収線量に基づくものを使うようになって、今回はその高度内の症例対象研究ということで個人線量で見ていくという形になって、少なくとも最初の研究 の, あのスタイルからはあのまあ外から見るとどんどん変わっていくっていうふうに見えるんですけど、一つは、まあ、そういうその変化がこれまであのやってきたっていうことで、あの先ほど祖父江さんはこれが完成したモデルとは思ってないというふうにおっしゃいましたけれども、その過去のものを捨ててきたっていうことに対する評価と、それからこれからまたさらに変わるんではないかという懸念を持ってまして、これはあの今の形をこのまま踏襲すべきだとお考えか、ちょっと教えていただければ。まず最初の地域対象研究っていうのは、あの私たちの部会を始めた一番最初にあのエコロジカルパルシーっていうあのああいう地域対象研究であの線量を入れないでやっていく方法っていうのはいろんな問題があるよという議論を一番最初にしたんですが、
その時は参加していなかったでしょうか、白石さん。はい、あのそういうのがあって、あの4地域でやっていくっていうのはダメだという結論を出して、それから始めました。でその後入れていったのが、まあ、鮮魚を入れていこう。で最初はあの地域全体の鮮魚、平均的な鮮魚を入れますから、やっぱり地域対象研究からちょっと毛の生えた程度だったんですけども、あの少なくともあの地域によるこういう比較っていうものがより、あの数量的に比較できるような話に変わってきました。でその後あの、まあ、そのこれは WSPD の、 あの精度が上がってきたということもあって、でアンスケア2013年からアンスケア2020に線量評価体系が変わった。だからそれがあのそういう市町村ごとの、地域じゃなくて市町村ごとの線量を入れた形のよりきめ細かい解析になってきたというのが一つの流れです。でただそれをやっていっても、例えばあの例えばあの南相馬でいうと、南相馬市の避難地区の人とそうじゃない人は全然違う行動パターンを取ってきますから、当然あの線量は違います。それを一つの線量で代表させるっていうのは問題があるということで、個人線量の方によりあの精緻化していくという方向でやってきています。で今回あのやってるあの方法とない症例対象研究っていうやり方、これを今後とも私たちは一番確率あの正確性の高い解析としてあの続けていきます。で症例を加えていって、あのまあ、この方法をあの追求していくという形になると思っています。で将来ですね、あの例えばがん登録しか情報が使えなくなってくるようになってきてっていうふうになってきた場合に、あの今度はあのがん登録だけで見つかる症例を、まあ、普通インシデンス症例というふうに捉えて解析していくような解析方法っていうのが将来出てくるんだろうとは思ってますが、今あのこういう検査をしている中で見つかってきたものを対象とした研究に関しては現在のやり方を踏襲していくという形になると思います。他にご質問あるかいらっしゃいますでしょうか。あすいません、リーマンです。今の、鈴木会長がおっしゃったの WSPD あのよりその精度の高いのを使っているという話で、部会のまとめ案の4の4ページの、1列目からですね、これ、対角三シミュレーションを用いた各種のデータですと、行動調査手法の活動による、まあ、推計がより緻密にできたというのが書かれたと思うんですけど、これはあれですか、寺田論文で使われたその対角三シミュレーションのデータを使っているということなんですか。2018年かな、9年に発表、2018年の暮れか9年に発表になってる寺田さんになってるかな、うん、はい、そっちの方をベースにしてます。アンスケア2020もそれを使ってると思います。あ、はい、そうです。で、あれ、そのシミュレーション、いろんな要素入れると思うんですけれども、多分実測値、モニタリングポストの福島のモニタリングポストの実測値を入れてなかったりとかするんで、結局ですね、あそこの中で WSPD に関しては、寺田論文の方にも書いてあると思うんですが、3月12日に関しては北に向かったプルームに関してはかなり捕まえられています。ただ
もしかすると2倍程度のオーバーエスティメートがあるかもしれない。で15日の入り立ての方に進んだものに関しては、まあ、まあまあです。でもっと北の、ね、福島市の方に行くものに関しては実際に当時の気象データ の, データだと風はあそこに行ってないんですよ。でも実際はそこにプルームは届いてますんで、でそこでアンスケはどういうふうにやってるかっていうと、地面に沈着した要素131あるいは129から131に換算したもの、それの累積濃度とそれからスピーディーで予測している空間の累積の濃度っていうものの調整をあそこをスケーリングして調整しているというやり方でやってます。ですからデータがない場所っていうのに関してはそういう形でデータをより精度の高いものに変えていこうとしているのがアンスケアだと思います。で実際はね、線量としては非常に小さくなってるんで、甲状腺線量に関わる実際の要素の濃度としては中通りがそんなにあそこを少し精度が悪くとも実際の値としては小さいところでの精度の悪さになってますので、あまり心配はしてません。なんていうんですかね、まあ、このシミュレーションのデータで、まあ、福島、要するに、まあ、中通りですね、福島市 の, モニタリングコースの実測値を使ってないことによって、多分その、評価が、ちょっとまあ半減以下というか、なられている可能性があるんじゃないかなとこう指摘されている方もいるんですけれども、ゆくゆく、まあ、鈴木先生の研究班なのか分かんないんですけれども、その、シミュレーション、まあ、WSPD のシミュレーションというのをまた、さらに精緻化進めるために、今まで取り入れてなかったそういったデータとかを取り入れて研究するというようなご用であるんですか。これはJEA にお聞きになったらいいと思うんですけども、さっき言いましたようにね、大気拡散シミュレーションっていうのは気象データが絶対重要なんです。で気象データがダメだったらね、どうしても福島にどんなシミュレーションがやってもプルームを届くようにはシミュレーションできないんですよ。ですからそこはシミュレーションの限界があるところで、その代わりに実測値から逆推定するみたいなやり方でそこを補完するしかない。でそういう意味ではね、アンスケア2020は補完したと思ってます。ですから多分これ以上やるとすると、その気象場がどうかっていうような話だけになってくるので、なかなかうまくいかんだろうと思います。実際に気象場のデータを、1キロメッシュとかまでどんどん細かくしてシミュレーションするっていうようなこともトライはされてるようでしたが、あまりやっぱり気象場のデータの限界みたいなのをそれによっては乗り越えることはできなかったように伺っています。ちょっと長くなるので、はい、では終了の時刻が近づいてまいりました。最後のお一人の方の質問、お受けしたいと思います。では終了の時刻、近づいてますので手短にお願いします。すいません。最後にじゃあワープラン TV の白石です。鈴木先生にお聞きしたいんですけど、やっぱ鈴木先生は今回の評価部会の部会長もなさっているけれども、今その和田さんがご指摘されたように、環境庁のその被爆推計の再構築もされていて、そして今回の症例対象研究の研究班にも入ってらっしゃるという立場になるかなというふうに思います。でもともとやっぱり甲状腺検査だけじゃなくて、県民健康調査の最初の座長の山下先生などはやっぱりその研究している人が評価するということはできないということで座長を交代されたという経緯がありました。で今
拝見するに、すべてのところに網羅しているから、専門家としては全体像が分かっていて、こういう時にご説明していただく時に、あらゆる角度でご説明をしていただくので、とても我々としてはやりやすいと思うんですけれども、とはいえ、評価するという場のその座長としては、もしかするとふさわしくないんではないかなというふうに思っていて、本来は県に聞くべきなのかなと思うんですけれども、この点については、鈴木先生はどういうふうにお考えか教えていただければ。症例を検出するっていうようなところは私は全く察知してません。ですからまずやってることは出てきた発がん症例を解析するところだけに私は関係しています。で、山下先生がお辞めになったのは、山下先生はがんのスクリーニングそのものに入ってますよね。ですからどの方を怪しいとボーダーラインの人に対してこれはバイオプシーやるべきかやるべきでないかみたいなのも判断の時に、例えば自分で線量をある程度知ってると判断がブレる可能性がある。そういう現場の先生が直接解析に関わるっていうのはちょっと問題があるんだろうと思います。私自身は全くそういうがんの検出スクリーニングには関わってませんし、疫学の解析そのものにも関わってません。私が専門としているのは線量評価のことですね。線量評価もそうなんですけど、独立したその第三者的な目線での評価と考えたときに、独立性という意味で欠けるのではないかなということなんですけど、それは必要ない、この評価部会にはというお考えになりますか。何をもって独立性と言ってるのかあまり理解はできませんが、それよりもどういうふうにすれば、あんまりちょっとピンとこないですね。何か利害関係で私が今の座長をしてるっていうことと、今の県民健康調査、私が線量評価の専門家として入るっていうことで何らかの利害相反があるかどうかっていうご指摘なんだろうと思うんですけど、あまりピンとこないです。具体的にどういうところが利害相反になりそうなのか、むしろ言っていただいた方がいいのかなと思います。そういう曖昧に非常に丁寧に本日の議題にもちょっと連れてくるようなところなので、以上で、物語の終了よろしいでしょうか。はい、では時間、帝国の、16時10分にもなりましたので、以上をもちまして記者会見の方を終了させていただきます。本日の日程は全て、終了しました。本日の部会の開催にあたりましてご協力ありがとうございました。